さあ、トイレも済ませて、まあ特に何事も起こらんでしょう。多分このまま四日市まで戻って終わりだ。ちなみにあれですね、トイレ借りるだけで、まあ飲み物もあるし、温泉の元でも買ってこうかなと思ってたんですけど、あのバブ的なやつね。まあ家帰ってからお風呂に使ってもいいなと思ってたんですけど、全然売ってないしね。一応ちょなんか 2,3 個だけ売ってたけどっていう感じなんで、なんかやたらコーナーが作れるなんでだろうと思ったんですけど、あれですよね、この辺りって単純にどこでもあの中島温泉入れるんで、確かこの地区って全家庭に中島温泉が供給されてるはずなんですよ。なもんで別に温泉の素を入れる必要ないよね。だってひねりでは温泉出てくるんだもんね、この辺りは、うん、っていうことなのかもしれません。まあ、単純に品揃えがだから需要がないのかなってことを考えたりしました。実際どうか知りませんよ。こっちの方があったかいもんな。不思議ですね。やっぱあんなきゃ山奥なんで、今の方が夜中には差し掛かってきてますけど、温度がちょっとこっちの方がまだ高いね。体感だけですけどね。実際の温度測ってないから何とも言えんけど、湿度も高いのかもしれない。こっちの方がね、海沿いですからね。カン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 。